こんばんは。おつです。こんばんは。こんばんは。おつー、おつー、今日から10月になりました。皆さん、今月という日を無事迎えられたことをありがたく思い、皆様と共に迎えられたことを喜ばしく思っております。今月もよろしく。タコ、アゲ、コウモリ、バスケのシーズン、あ、そう、10月20日にファイバーローズに行きます。よろしく、よろしく、待ってます。写真撮影 OK なんで、カメコしてください。ぜひできる人は。まあ、バスケの試合なんでね、でもお話ししたりはできないんですけど、まあ、純粋にバスケ一緒に見に行くのがおもろいかなって感じで。フリースローありそう。楽しみ。特技に書いちゃったからね、フリースロー。よろしく。こんばんは。こんばんは。10月のギフトはなんだ。ハロウィン、コウモリが飛んでる、さっきから。10月のギフトはハロウィンかな、多分。1ヶ月付き合っていく子たち。コウモリが赤いね、今年は。キョンシーのクマ、意外とキョンシーやったことないな、ハロウィンで。キョンシーでもいいな、今年。てかキョンシーってハロウィン以外で見ないよね。キョンシーの知名度がすごすぎる。こんばんは。
昔流行った、流行りって何、キョンシーが流行るって何、流行るもんなんだキョンシーって。あ、映画、映画キョンシー、映画キョンシー、怖そう、なんか埼玉のおいたん、ベアありがとう。クマさん、なんか噛まれてる、かゆい、噛みやがって、噛むのはいいけど、かゆい薬を入れないでほしいね。インスタのフォロワー 1.5 万人になれました、ありがとう、イエーイ、 1.5 万、イエーイ、朝起きたらなってた、嬉しい、やったやった、1.4 から 1.5 が早かったな。今日は置いた後お散歩に、ぐらいに集まって、寒い食べて。サムギョプサル食べて、プリクラ撮って、ガチャガチャ行って、リンゴ飴食べて、
コスメ見て、チーズケーキ食べた、カフェ行って、プリクラファンクラブになあげよ、ラブラブな人がするやつ抜けるサムネ、よし、こんにちは。そうだ、ファンクラブに入ったかしら、あとメールを取ったかしら、あなた、あなたよ、あなた、あなただってば、あなたですよ、あなたのこ、あなたのことです。今ぎょっとしたあなた、ファンクラブに入れとまでは言わないけどメールは取ろう、わかった。STU48 メールって検索して福田あかりちゃんを選択するのだ。そしたら1日7通ぐらい指針が来る。頼んだぞ。まだ撮ってませんって言うぐらいなら撮るが良いよ。よろしく。ツイッターでハッシュタグ福メールはカタカナ、ハッシュタグ福メールで、ツイートしてくれたら鍵垢じゃないやつで返信も見ますんで、よろ。ツイッターで返事してくれないと、あのアプリの返信はね、あの半年後ぐらいに忘れた頃にやってくるからね、返事が来てもね、何のメールを送ったかなんてこっちは覚えてなくて、でみんなも返事もわかんないから、だからよろしく一応見てはいるんだけど、やっほー、だー、みけちゃん、きょんしーペア、え、きょんしーってこんなん、ありがとファンクラブに動画も載せよう。
かわいい。こういう動画。こんな感じの動画。載せるわ。ファンクラブに投げとくますんから、ファンクラブに入ったら見れるよ。プリクラ機の中で撮影を全部してる様子、福田あかりちゃんと兵藤あおいちゃんのプリクラ機の中身を覗き見しちゃって、あなたたち。明日載せるね、これは。ペコリ。ふくちゃんがファンクラブにいつもプリクラを載せてくれるって話をしたら羨ましいって言われた。そう、私のピクトリンクだから。ファンクラブ、女子にしか伝わらない言葉言っちゃった。こんばんは。おっ、プリクラばっか載せとる。うわ、マネージャーさん、有能。山田くんもったこと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 、ありがとう。マネージャーさん、私がね横動画で縦横の動画での送ってたらね、これは私縦の動画で送ったんで、これはちゃんと横に直した方がいいかなって聞いてて、あっ、もうそれはファンの方が喜ぶと思います。見やすくて神って送りました。ありがてえ。あ、乗った。ありがてえ、ありがてえ。有能案件だ。ファンクラブに載せました。ありがとう。
私です。山猫坊主めっちゃ可愛い、ありがとう。分かってんね、可愛い可愛い。出勤出勤あとね、で今日置いた後最後カフェでチーズケーキ食べてカフェラテ飲んだら、次はどこ行くってなったから、もう今日はお腹いっぱいだから帰るけど、温野菜に行きたいんだよね私はって言ったら、温野菜がね近くにあるかなって調べたらね、旅行みたいな距離の場所にしかなかったから諦めました。温野菜なんか僻地に作られがち、酔ってないわ。しゃぶよはって言ったら、しゃぶよはそんなになんガヤガヤしてるって言うから、確かにガヤガヤしてたらおしゃべり しづらいね。なって温野菜、東京に行った時に次は温野菜に行きます。東京に行ってわざわざ温野菜に行く予定です。ふん。明日も行きたいけど、明日はオイターさんがいないんです。オイターさんが、福ちゃん明日休み、ニンニク食べれるっていう、明日は全然休みじゃないけどニンニクは食べまーすって言って、食べニンニク食べてきたよ、もりもりに。そう、ライブ夜だからいいかなーって。温野菜で肉だけ食べたい。マイキュー温野菜行った時湯葉だけ食べてた。変な人。私はねキノコが好きですね。全然元取る気ないやつら。おもろい。マジおもろい。でもなんかあのさ、筒に竹の筒みたいなのに入ったさ、つみれはやりたいでないですかね。え、あれやりたいですよね。豆乳鍋、豆乳鍋とかすかん。
口かわいい、かわいすぎだろ。かわいい。みきちゃんめっちゃかわいい、ありがとう。分かってんね。酔ってないか、マジで酔ってないわ。メンバーとご飯行ったら大体な、あのソフトドリンクから選ぶことが前提になってるんだわ。クラフトジンジャーエールとカフェラテで暮らしております。本日サムギョプサルはチルソンサイダーとボンボンブドウジュースで暮らしておりました。そうですよ、酔っ払うメリットがないからね、人生において。あともうちのニャンサムキョンシークマ、ありがとう。Z 世代って感じでしょ、酒を飲まない Z 世代。ボンボンブドウジュース大好きなんだけど、店によってはさ、ちゃんとストローをくれるのよ。だけど今日の店はストローをくれなかったから、氷を全部食べて最後にブドウの実を食べた。シラフのテンションとは思えない。はぁ、あなたという、あなたという、あなた方という大切なファンの方に、ファンの方にお会いできているこの瞬間テンションが上がらないわけないだろ。いつもウキウキでもうテンション高そうで大変なことでしょ。まさかフリーズして止まってることなんてないです。もういつも大切なファンの皆様の前に立つとテンションが上がってしまって、大好きモードですから。酔ってないわ。おいたに聞いてこい。聞かんでいい。もうおいたのルームを荒らすな。福田のルームの人たちで荒らすな。絶対コメントするなよ。ガチで言って一滴も飲んでないんで。こんばんは。コウモリさん、にぐまる先生も酔ってると思ってる。てか田辺先生さ、ラジコ入ってさ、福フェスラジオ聞いたでしょ。1時間のやつと30分のやつ、両方か片っぽか知らんけど、あのラジオって言っちゃ悪いですけど、ファンの中でも結構コアなコンテンツだと思ってて、ファンの中でも結構追うぞ、全部の情報を追うぞって人しか見ないと思うんですよ。聞かないと思うんですよ、ラジオって。聞くの大変だし、手間かかるし。いや、それをさ、ちゃんと聞いてくれてさ、感想までくれて、
え、好きなん好きなんってなりました。ありがとうございます。純粋にありがとうございます。私は明日新幹線の中で、あの普通の福別、あのな、あの松山渡さん、古墳の古墳シスターズの松山渡さんと RNC アナウンサーの石井かなみさんの方の土曜日の方かのラジオはもう聞いたんですけど、香川でいたから。あの一昨日の野波アナの方はのやつはまだ聞けてないので、ちょっと明日新幹線の中でそれを聞こっかなって思います。そう、ついでにホケラジとチリパも聞こうと。今月のラジオいっぱいあるけど1週間以内だけど、チリパのいいところはなんか1週間遅れとか2週間遅れで KRY でとか、あの HFM なんか RNC でなんとか放送でみたいな感じで、チリパは結構ね1週間って言いつつも他のラジオ局を見ればなんか 2,3 週間聞けるんですよ。だからいいなっていう。そうそう、だから結構ね意外とはチリパは1ヶ月ぐらい猶予があるんでいいですね。でもラジオは基本1週間、有料会員でも1週間しか聞けないので、はい、あ、よろしくお願いします。兵庫出身の兵藤葵さん、え、それな、かなみさんの方だよね、なってたね。まあまあ兵藤葵と兵庫が混ざったのかもね、言ってたね。いや、しかし RNC はもうド変態ですわ。おかしいでしょ、土日の美味しい時間にさ福フェスのラジオさ2本も作っちゃって、しかも野波アナの方なんて30分番組なのに、今年の夏ツアーぐらいからずっと私の取材来てるからね、もうあの5時間番組ぐらい作れるくらいインタビューしてくれてるよ。すごいです本当。情熱大陸です。 RNC さんのオタクっぷりがありがたいしめちゃめちゃ嬉しいけど、あのちょっとあの変態的すぎておもろい 笑っちゃう、ありがたいけど笑っちゃうすごいみたいな。おいたんコウモリここと、キョンシークマありがとう。ピーハロウィン。ありがたいですね。楽しみです。皆さんもぜひラジコで聞いてあげてください。明日はかすみ草とステラ、かすみ草とステラさんの フェスに出ます。ニコ生があるってよ。ニコ生、これだ。
あれだよ、あの福フェスと一緒で最初の方は無料のやつだから、そう、ファンクラブにも貼っとこう。明日のフェスは何時からだっけ、ニコ生で。何時から？7時20分。OK。合ってる？勘でやってるから。こんばんは。まあでもファンクラブで今 URL 貼ったけど、あのファンクラブ URL 飛べないから自分で検索してね。ソーリーソーリー。よろしく。こんばんは。今度ファイバーローズ誰と行くんだろう。楽しみ。フリースロー成功させたいけど。チケット購入しました、ありがとう。福ちゃんを見たいなら何席がおすすめなんだろう。なんか私スポーツ観戦の席の種別とかあんま分かんないけど、結構さ席の種類いっぱいあるよね。いろいろなんか野球でもあるじゃん、ホームの反対なんだ、ホーム外野、日田キス赤石日本アルプスみたいな、そういうのがあるじゃないですか。あとはバーベキュー席とか、バスケもなんかいろいろあるんですよ。外野、仲間、2階自由席、ベンチらへん、ゴールらへん、会員の席みたいな。福
ちゃんが毎回歩く通路の横を買いました。どこ、怖い、怖いぞ、どこだよ、言え。なんで私が歩く通路知ってんの、私も知らないのに。怖いよ、何席かシェアしろ。シェアしろ。情報買いたいよね、情報買いたいよね。情報通…待って、ただで教えてくれないかもしれない。どうしよう、毎回同じ体育館同じ通路やろ。違う、通る場所は分かるんだけど、あそこがなんていう席なのか分かんない。その隣を買ったとは言えない。気まずい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 。とりあえず通る通路があるんだ。ふーん、いや私分かんない、あそこが何席だったのか。ごめんね、役立たずで。みんな指定席、教えてくれた、みんな教えてくれたよ、優しい。ベンチ指定席だって、ちょっとみんな、なんかすごい優しい。あー、もう蔵押しでベンチ指定席買い占めよ。すごい、ありがとうみんな。ちょっと もうスタンドでお前の方なら見える、ほら優しい、なんて優しい。こういう時って他のファンにこう、レスが分散するのが嫌だから、だいたい隠すじゃないですか。レスを独り占めしたいから。まあ別に私がレスするわけではないけど、レスするとは限らないけど。いや、え？優しい！協力し合うファンじゃん。誇らしいよ、私は。あたしゃ、誇らしいよ。やばいね。優しい、争わないファン同士が、もう誇らしいわ。同担歓迎してるよね。ねえ、いや誇らしいですわ。気まず、でも私後ろにめっちゃファンの人をこう構えながら、さすがっす、ハート、さすがっす、ハートしたなら来いよ。待ってます。大変、たくさん高松に来てほしいので。うわ、福フェスラジオ出たら。おもろい、カンズブラボーブラボーブラボー。優しい世界なんだけど、素晴らしいね。つかねんかん、まあね、ちょっとでも香川は遠い人もいると思いますから、まあ無理なくの範囲で大丈夫なんですけど、お待ちしてますのでよろしくお願いします。カメコで写真を撮るなら、福ちゃんたちの席の正面、メインベンチ指定席がグッド。メインベンチ指定席だって。そういうのもあるんだ。助かる、情報。母親に行かせますので。授業参観かなんか？それお父さんのセリフなんだけど。お父さんが行けない時にお母さんに行ってもらおうかなってやつでしょ。授業参観じゃん。おもろ、でもバスケのあれは私も一回行ってみて、ほんと一回行かないと分かんないなと思った。むずいよね、分かんないよ何席とか。
かんないわかんない。お待ちしてます。優しい世界だな、この世は。高松の開幕戦かな。ガリンゴン。お待ちしておる。順次くん、キョンシーベアありがとう。ハッピーハロウィンですね。ありがとう。参加が遅くなりごめんなさい。なんで？好きな時間に来るやつだよ。こんばんは。バスケのやつストーリーにあげよっかにゃー。いつ行ったっけ、バスケの写真が欲しい。てかさ、今日さ携帯が重いんだよねって葵ちゃんに言ってさ、写真何枚あるの、3万枚ぐらいあるんじゃない、はははって言われてさ、何枚あるんだろうって見たらさ9万枚あって、9万枚は重いわ、やばいよね、9万枚だよ、何がそんなにあるんだと思う、9万枚もやばくない。いやちょっとさすがにちょっと笑っちゃったけど、冷静にやばいなって思いました。猫の写真が一番多いわ多分。
てか Amazon フォトに全部写してるから消していいんだけど、でもなんか Amazon フォトを開くかって言われたら開かないじゃないですか。だからあんま意味ないなと思って、そう、ファイバーローズのシュッシュ探しとこ。パソコンに移しとく。パソコンは開かないよ。もう大学終わったし、大学もオンライン授業終わったらもうレポート書くときしかパソコン触んなかった。パソコンもったいないよね。でもローマ字入力ももうままならない感じなんで、お顔かわいすぎる？タイプなんだろうね。高松市総合体育館。香川公式アンバサダー、今シーズンも香川ファスマホ入力が早い。若い人は、いや私ね、フリック入力できないの、このガラケー、うち
大盛りありがとう。 URL場所、高松市総合体育館。こんばんは。メーション。総合体育館遠い？遠いかも。遠いかも。歩いていくには遠いけど。まあでも電車で行ったら割と近いんじゃないかな。こんばんは。あれ？11時半？どうして？早い。不思議。
ニコ生ストーリーに貼ったら URL 飛べる？ニコ生ファンクラブも URL 飛べるようになればいいのに。オーイースト、カステラさん主催フェス、オッケー、お疲れ様です。これで見やすいはず。オッケー、ストーリーの下から URL、 ファンクラブから多分飛べなかったと思うからこっちで飛んでください。明日7時20分です。やろう。食べた。写真集毎日見てます。恥ずかしい。写真集持っていこう。友達いるかな。ハロユース13時半、早っ早いよ。ハロユース見に行けな、みんな。チケットのリンク先がない、まあ、それは自分でやって来たら買えるでしょ。わからん、時間ないよ。多分来る人は買ってますと信じてありがとうございます。真っ白なキャンバスに挨拶しよう。カステラ、タイトル見て。やもう早いな、13時55分。マジスペいるじゃん。16時半、マジスペに写真集渡しに行くか。意外と知り合いがいなかったというあはは。チケットも発売中ですので、ぜひ。こんばんは。
こんばんは赤ちゃん、こんにちは赤ちゃん、おはよう赤ちゃん、こんにちはがしっくりくるな、赤ちゃんに対して。今日ね、本当に午前中にメール送っただろ。有言実行しただろ。惚れた？活動長いのに未だにのびのびやれるのは才能だよ。どういうこと？いつまでものびのびってやらせて。えらいですよ。待って、皿洗う。東京行く前に。なぜなら私は偉いから。昨日の負債を返すのだ。思い立ったがなん、立ったがなんちゃらな。思い立ったが吉祥寺、吉祥寺って東京の地名。偉いよね。吉祥寺？私集ったことないよ。私若くないのかな。終わりそう。終わる終わる。
爆速で終わった。ありがとう。やれば一瞬なんだけどね、何事も。えらーい。やってやったぜ。タカ頑張った。優しい。頑張ったよ。ありがとさん。めでろ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 めでめでめでろめでろ。めでろめでろ存分にめでろ。かわいい、料理上手ですごい。えへ、かわいい。おいたん、埼玉のおいたんめっちゃかわいい。そうだよね。近くない？ええやんか別に。順次くんブラボー。ありがとう。置いた後、和歌山に行きたいねって言ってるんだけど、和歌山遠すぎ。5時間ぐらいかかるな。置いたみかんの剣が好きなのかな。徳島から船、徳島までが遠いんだわ。
困ってます。広島からの直行便ないのかな。直行したいな。直で行きたい。てかなんか私なんでもオイターの命が大事だから車はやめとこう。船の免許も持ってた。え、私が徳島まで車を運転して徳島から船を出せばいいのでは。私の免許じゃ渡れないよ、陸と陸。免許ね。てかさ、私大学行きながら免許も取ってた。ド変態だったわ。意味わからんすぎる。ド変態だよね。よく撮れたな。マジですごいかもしんない。そこはそこはすごいかもしんない。改めてすごいな。それはそれはすごいわ。おもろい。バタバタしてたいんだろうな、きっと。で、車の免許取ってた1年前に。すごっ。そろそろランキングを読もうかしら。まあ免許は持ってるけど船も車も極力運転したくないっていうのが正直な気持ちですかね。うん、自信がないですから。里友さんありがとう。どうも。語り出したら長くなるのでとにかく最高の3日間でした。ボリューム4も期待してます。ごめん、これ多分1ヶ月前ぐらいのやつ読んじゃった。ありがとう。アトム、うちのニャン様ありがとう。ニャンマグありがとう。カンズキョウシーベアありがとう。メグロのコウジありがとう。カンズありがとう。セブン、あ、セブンがセブン7位だ。ありがとう。タカ、今日もめっちゃ可愛い福ちゃんでした。明日も楽しんで。ライブ楽しみ、明日も。ありがとう。九州のナブ、今月もよろしく、大好き。今月もよろしく。ありがとう。リュンジ君、10月上旬終われば時間に余裕ができる。おお、頑張れ。応援よろしくお願いします。
たくさんの応援をおばありがとうございます。山猫坊主ありがとう。むけちゃん今月も可愛い、もう可愛いことが1日の時点で決定したな、ありがとう。1位は埼玉のおいたーん、ありがとう。はい、というわけで私が福田はって言ったらストーチって言ってください。ありますと福田はストーチ3度の飯はどんな決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田がいでした。皆さん今日も一日よく頑張りました。今月も乗り切りましょう。疲れっこい睡眠済みです。ありがとうございました。 STU48 メールを受信してない人は受信するようによろしくお願いします。ファンクラブも入ってください。お疲れんかーん。明日とりあえず速攻お風呂入ってゴロゴロゴロミちゃん今月もよろしく。タレンコおやすみんでみ。またねー。一緒に頑張ろう今月も。ありがとうございます。またね。ありがとう。